星野源のオールナイトニッポンスタッフ反省会ですいやいや大丈夫です。お疲れ様でした。いや松岡さん、はい、自己紹介お願いしてもいいですか。はい、大沢さんの代わりに新しくミキサーを担当することになりました松岡と申します。よろしくお願いします。松岡さん、はい、頼もしいです。絶対思ってない。めっちゃ思ってます。他の現場でも一緒 で、ね、本当に頼もしいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、何話せばいいんだでもちょっと今日星野さんが言いかけてたけど言わなかったあれは、もともと松岡さんから私に、ね、言わないでって言ってたけど、私が口が滑って言っちゃった、ね、星野さんと初めて会う日にバラされて、でもやだ、絶対言った方がいい。すいません、はい、でもね、その話もその全然私が星野さんのオールナイトを担当する前にしてた話だったから、まあ、まさかこうなると思ってない時にしてる話だから。そうですね。そうでしたね。まあ、でもまさか言うとは思わなかった。ごめんなさい。びっくりしました。ごめんなさい。口が軽くてごめんなさい。2年後にお話しするかも。かも。知れません。ぜひ、はい。結構特大ネタだと私は思ってるんですけど。本当？期待されても大丈夫かな？いや、大丈夫です。大丈夫です。はい、そんな感じで松岡さん、はい、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日のゲストペトロールズさんで、かっこよかった、めっちゃかっこよかったですよね。めっちゃかっこよかった。渋くて、いや、いい声でしたよね。で、CD を実はいただいたんですよね。で、歴代の CD を、こちらはちょっと日本放送に寄贈させていただきます。ありがとうございます。いっぱい日本放送で流しましょう。流しましょう。何の権限もないけど。岩田がディレクターの番組の時は流しましょう。本当にジャケットかっこよくて、うん、なんか伝えたい。三角。紙ジャケとか。そうですよ。皆さんもでもご存知だと思うんですけど、うん、いや、改めてかっこいいなって思ったっていう。ありがとうございました。突然終わるっていう。はい。